同じ参考書をやるのは普通にやるべきことだし、うん、できるよと多分思った以上にねっていう、うん、すぐ終わってでかつどんどんやっぱ知識がその、うん、まあ、上塗りされていくっていうかその復習で更新されていくわけなんで、うんうんうん、やっぱり効率は復習っていうものの効率ってかなりいいですよね、うん。武田塾教務長の中森です。武田塾の山美です。中森先生、はい、もうすぐ夏ですね。そうだね、はい、夏といえば、はい、スイカ、スイカ、かき氷、かき氷、オープンキャンパス、強引に行ったね、オープンキャンパス、はい、はい、それが言いたかったです、うん、はい、オープンキャンパスは行った方がいいですか。いやもう絶対行った方がいいでしょ、行けんなら、うん、ですよね、うん、はい、やっぱね本当に見るとやっぱちょっと違うよね。ですね、うん、全然やっぱり空気感とかありますから、うん、ぜひオープンキャンパスには行って、うん、でモチベーション上げたりですね、あとは自分の学びたいこととかしっかり確認するのがいいと思いますね、はい、まあ、大学生とかね通ってる話聞いたりとかできるんで、はい、ぜひぜひ行ってみたらいいと思いますけどね。はい、はい、じゃあ今日の質問に移ります、うん、質問です、ネクステージは基礎問題成功を終えて次の参考書に進んだ時、前の参考書の知識がどのように維持していったらいいですか。新しい参考書をやりつつ同じように過去の参考書をやるのは辛いのですが、という。なるほど、そうなんですね。いやこれはやるでしょ、やんなきゃダメだよね。そうですね、まあ、辛いのは分かるんですけど、うん、ただやらないと辛いとかじゃなくて落ちますから、うんうん、はい、ただ、はい、そもそも完成度高かったらそんなに時間かかんないですよ、うんうん、確かに確かに、そこだと思うんだよね、はい、なんか前の参考書に時間がかかっちゃって、うん、なんか今の参考書が終わらないんですけどレベルだったら、はい、それは前の参考書の復習に特化した方がいいよね。まだそうですね、まだ全然その、うん、身につけてないってことですよね、スラスラができないってことは。だから例えばネクステなんかでも、うん、正解率が9割とかだったら、はい、だってさ、ね、1割しか解かなくていいわけじゃない、現時点ではやり直しをしてもって。そうですね、うん、はい、なんですよね、はい、うんうんうん、もうなんていうかもう問題見た時にもうすぐ答えが出てくるレベルでやっぱりやり込んでほしいですよね、うん、暗記系とかであれば。だから数学でも基礎問題成功でも一瞬見ただけで解き方が分かるレベルと分からないレベルってより分けたら、はい、多分本当にできる状況だったら一冊で10問も出てこないと思うんですよ、できないの、うん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 、だったら別に最悪1日2日で終わんじゃんって復習したとしてもって話、はい、なんですね。確かに、だからそういうやり方していけば全然問題ないかなと。だから、うんうん、同じ参考書をやるのは普通にやるべきことだし、うん、できるよと多分思った以上にねっていう、うん、はい、なんか前と同じ時間かかるって思っちゃうかもしれないけど、はい、完成してたらそんなことないからね。そうですね、うん、はい、まあ、すぐ終わってでかつどんどんやっぱ知識がその、うん、まあ、上塗りされていくっていうかその復習で更新されていくわけなんで、うん、まあ、やっぱり効率は復習っていうものの効率ってかなりいいですよね、うん、勉強としては。だからなんていうか逆に言うと、はい、完成度低い状態で無理して上進むなよって話なんですよ、うん、それやっても結局、はい、下のレベルができないせいで上のレベルに苦戦することの方が多くなるから、はい、本末転倒だよって話になっちゃうってことですね、はいはい、だったら復習をもし死のうでやれと、はい、そっちをしっかりやってくださいってことですね。だからむしろやることって、うん、例えばファイナルの標準編入りました、はい、やったんだけどやっぱランダムで出てくると出ませ、うん、できませんでした、じゃあなんでできなかったのっていうのをネクストで確認するみたいな流れやるじゃないですか。やりますね、うん、超重要ですね。そう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 、はい、だから基本的に前の段階に戻るとセットなんですよね、うん、レベルに入っても勉強だと、うん、そうなんですよね、はい、うん、あと今中村先生がその9割できたっていう話で、うん、その基礎の参考書って1割でもできないと、はい、例えば単語帳って2000語あるから1割できないと200個できないじゃないですか、うんうん、さらにそこの派生語とかあると もっと膨大な単語が分かんないじゃないですか、うんうん、なのでやっぱりそのもう完璧にするっていうのは基礎は絶対必要ですし、うんうん、やっぱそれやるためにはやっぱり何回も繰り返して次の参考書を進みつつやっぱり基礎は何回も繰り返していかないといけないですよね。そうですね、うん、日大レベルが8割で総計レベル9割とかないからね基本的に。確かに、はい、それやるその状況になってるってことは答えの暗記の可能性が大なわけなんで、はい、うん、やっぱ基礎の完成度の方が一番高くなるのが普通だよっていう感じなんで、はい、そうなってれば負担は減るはずですと、はい、だから復習もちゃんとやりましょうってことですね、うん、はい、今回は以上です。武田塾スタジオコース、毎週水曜日20時から生放送やってます。武田塾の指導の様子を完全生公開、質問も生で返しちゃいます。ぜひ見に来てね。さらに武田塾では無料受験相談をやってます。一人一人に合った勉強法も教えます。最寄りの武田塾の校舎までお問い合わせください。